い。いい子だ、風。風。
お侍、お頼みしたいことが。どうした？馬で向かいましょう。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。さあ来い。やってやる。でや、お前を殺せば名を残せるかもな。その心は。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めば、おそらくあのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振る前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。喫水のクス氏だな。ちょっとクス氏さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。わらの束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。苔は見つかりましたか。あったぞ。
あの、女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑に撒かれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。猛虎です。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。一番手は誰だ。こちらです。ハンゲはあったか。目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。
댄 내게 못 줬어. 騎士平原に着いた菅笠衆はこの地におるらしいが、蒙古の荷車が襲われたのか、菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。ここまで逃げてきたのか。引くでないぞ。当然だ。アザクチの悪徳な侍。一人も残すな。上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。バト返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたろう。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。
お車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。期待しておりますよ。お主のものか。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、蒙古に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。蒙古が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、俺だ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。侍、恐ろしいことです。どのムクロも侍がいなくなった今、誰が守ってくれる。
僧に知らせてやるか。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。竜像は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。矢倉にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。내게 못 써. 아!
Perdiu! Өнөөгөгчө хардаа! Агу! まずは呪し術を見つけ壊さねば。 仲間を連れずともお前一人で片付いたな。ほら食料、まずは様子を探ろう。 浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣は？ まさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放っては。どうだ、一時際引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け、注意を引きつけた隙に船を盗もう。 砦のことはまだ気づかれてない。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな、いいかしら。見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばない。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。用意ができたようだな。
つが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。Na chic bolson dum ala ta Negium Jacinta Gosho Subota Edinho da Joel Harba! Ready? Jump guy! がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。
刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったな。さあ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、何が飛んでくる。ミハロ、聞こえたか。4人、いや、5人もいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。幽兵がいるぞ。弓はあるか。お前を仲間に渡した。お前もなまってはいないようだ。新手が来た。殺せ。これは何だ。蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。龍蔵
Watch his belly! そこに身を隠せそうだ。 終わりなき